私は昨日、賢くも不覚の大名を拝しました。直ちに不覚に着手し、本日、索引名簿を法定いたしましたところ、陛下にはこれをご可能の上、信任式を取り行わせられました。よって、ただいまより私は、新内閣の主犯として、この難局の処理に当たることとなりましたが、ここに、いささか所信を述べて、同胞閣議とともに、何克服の勇気を大いに振り起こしたいと思うのであります。昨日、大名降下とともに、お仰せいたされたるお言葉は特に、憲法を尊重し、少々を基とし、軍の統制、秩序の維持に努め、自局の収拾に努力せよ、その精神を拝せられました。誠に強く感激のほかなく、私の不覚の方針も、今後に誇る性の主張もいつに、全くその大御心に問い立てまつる意外にはないのであります。思うに、大東亜戦争は世界の体制と、我が国の現状とに鑑み、上の処置をもって収拾せられました。ほど、ここに至ったことは、陛下に対し立てまつり、誠に申し訳なき次第でありますが、同時に国体のありがたさが、これほど、ひしひしと胸に迫ったことなく、ただただ感激の涙のあふれるを禁じ得ないものがあります。聖断一度くだらば、我ら臣民、己を捨てて、急然とこれに禁止し、立てまつる事実こそは、我が国体の成果と言うべきであります。顧みれば、選挙区が不利になった以来、特に国体の誤字ということが、国民全体によって唱えられるに至りましたが、国体の真の姿を顕現することこそ、国体誤字の第一歩であり、すべてであることを今日、この際、特に明記しなければならないのであります。陛下は、南自臣民の衷情はこれをよく知っている。気持ちはよく分かっている。しかし、感情に走って乱れに、時短を刺激してはならぬと、お誘い遊ばされているのであります。私はここに、我が同胞、軍官民、閣議の全体に向かって、厳粛に申し上げます。今回の大将のご精神、御いさめ、御さとしは信任たる者、一人残らずよくこれを対し、やしくも、これに背くがごとき言動の、許されないのは申すまでもないことでありまして、たとえ、少したりとも、これより、逸脱するものがないことは、私の深く信じて疑わないところであります。祖国一家、大将にお示し、遊ばされたる、陛下のおぼしめしを包帯し、一致、ざるざる足並みをもって、南極の打開に進むとき、全世界は必ずや、障害を超えて、我が国体の力の偉大さを、共感の眼を見張るでありましょう。反乱非分の際においてこそ、ますます国体の進化は発揮せられるべきものであります。私もまた、大将のご精神、御いさめ、効果の将来に対する御さとしを、十分包帯して、ひたすら、精神に沿い立てまつるべきことを指定の根本方針といたし、その、そういうの困難なる事態を処理せんとするものであります。